し日差しが強いね。日焼け止めをしっかり塗らないと。それにしても人が多いね。ライブの当日はもっと増えるよ。緊張しちゃうな。リナミ、あのさ、ん？僕の水着、やっぱり変じゃないかな？大丈夫、すっごく可愛いよ。え？あれがライブ会場のステージか。想像してたよりずっと大きいね。うん、お客さんもいっぱい来るんだろうね。もう？リナミも分かってると思うけど、3年生の僕たちはこのサマーライブで結果を出さないともう後がないかもしれない。こんなことを言うのもなんだけど、瀬名会長が合宿に参加しなかったのは正直ホッとしているよ。うん、まあそうだよね。アイドルを見る側に回りたいから今回は遠慮するって。方便だね。自分がステージに上がれば他の子のチャンスを奪ってしまうって。そんなことを考えたんだろう。絶対王者の余裕か、あの人らしい。あ、そろそろ集合の時間だよ。ビーチに行かないと。あ、そうだね。ワンツースリー、ワンツースリー。リナミ、もう少しだよ。頑張ろう。午前のレッスンはここまで。各自しっかり休憩を取るように。大丈夫？ほら、水分補給。ありがとう。合宿のメニュー、思った以上にハードだね。うん、こんなにきついなんて思わなかったよ。はあ、お腹すいた。ああ、宿舎に戻って昼食を取ろう。あ、待って、せっかく海に来たんだし、ほら、あそこに海の家があるよ。確かに軽食はあるようだけど、僕は遠慮するよ。人がいっぱいで騒がしそうだし、ちゃんとした昼食を。お好み焼き。熱々のフランクフルトに焼きイカ、香ばしい焼きトウモロコシ、たこ焼き、唐揚げ、ラーメン、バターたっぷりのホタテ焼き。まあせっかく海に来たんだし悪くないかもね。そういうのも悪いけど、僕は粉物には少しうるさいよ。あ、関西の方だもんね。じゃあ決まり。焦げたソースのいい匂い。ソース焼きそばを2つ、紅生姜はたっぷりで。あとあと、かき氷とラムネとシロップはメロンでお願いします。はいはい、かき氷とラムネかしこまりです。あ、今の声なんだか聞き覚えが。はい、どうぞ。って、ウォッチ先輩？スミカ？スミカちゃん？ああ、そっか、そういえばコトネッチが言ってたっけ。お、やっぱ先輩たち水着めっちゃ似合ってるじゃん。あ、ありがとう。スミカちゃんは何をしてるの？え？ああ、今年の夏はずっとここでバイトですね。サマーライブは一番の稼ぎ時だから当日は会場で売り子もするんで、先輩たちのライブ応援してます。アルバイトか、あまり感心しないな。あ、まあですよね。本当にアイドルになりたいならこんなことをしている場合じゃない。1年生だとあまり実感はないかもしれないけどね。3年間なんて本当にあっという間に過ぎてしまうんだ。マオ、
同じ寮のサキやテマリ、リーリアはきっと今日もレッスンをしてる。夏休みが明けた時、彼女たちと大きく差が出てしまうよ。そうっすね。まあ、先輩の貴重なアドバイスありがとうございます。まあけどさ、夏休みの過ごし方は私の自由なんで。スミカ、僕はマオ、スミカちゃん忙しそうだし行こう。ああ、